柳沢誠氏は、日本の医学者、医師。学位は、医学博士。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構、機構長、教授、文化功労者。筑波大学基礎医学系講師、京都大学医学部講師、テキサス大学サウスウェスタン医学センター教授などを、歴任した。東京都練馬区出身の医学者、及び、医師である。 内皮由来血管収縮因子、エンドセリンと睡眠覚醒を制御する神経伝達物質、オレキシンの発見者。ザウの名は、真実は、仮説より気なり、良い問いを乱すことは、問いを解くことより難しい。私立武蔵中学校、高校を経て、筑波大学医学専門学軍、大学院医学研究科博士課程終了。31歳で渡米し、 テキサス大学サウスウェスタン医学センター教授とハワード・ヒューズ医学研究所研究員を2014年まで24年に渡って閉任。2010年に内閣府最先端研究開発支援プログラムに採択されたことを受けて筑波大学に研究室を併設。2012年より文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラム。 国際統合睡眠医科学研究機構機構長、教授、現在に至る。米国科学アカデミー正会員。米国睡眠学会アウトスタンディングサイエンティフィック、アチーブメントアワード、米国整理学会ザワルタービーカノン記念公演、指示報酬ベルツ賞、朝日賞など受賞多数。趣味は、フルート演奏とクラシック音楽。クリスチャン、既婚。妻は、大学の1年後輩。 テキサス在住時は、元俳優で牧師の山中林材と賛美奉仕を共にし、オリジナル賛美、その名はインマヌエル、も制作した。母親によると、小学校の1年生の時から将来研究者になりたいと言っていたそう。当時から観察が好きで、近所の綺麗な小川に行って、水がどのように流れ、渦を巻くのか1時間ぐらい、じっと観察していたというエピソードも。 武蔵中高の同級生に株式会社、リクシルグループ取締役代表執行役社長兼、CEO の瀬戸金也、歴史学者の本郷和と大津徹、建築士屋で工学院大学理事長になった後藤治宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所長の国中人志がいる。臨床医で電気生理学の研究をしていた父親のアドバイスで、 これからは生物学、特に分子生物学が面白くなること、また医学部に行けば人間の生物学について網羅的に学べる機会が与えられることを知り、1979年医学部に進学。医学部卒業時、今日の患者ではなく、病後日の患者を治したいと考え、研究者として基礎研究に専念することを決意。1985年筑波大学医学。 専門学群卒業と同時に、同大学院医学研究科博士課程へ入学し、筋肉の生科学を研究していた、まさきともを教授に指示。分子生物学の技術を習得するため、岡崎の基礎生物学研究所へ1年間国内、留学していた。1987年、それまで従事していた筋肉の収縮タンパク質の分子生物学とは別に、自身のアイデアで、 血管内皮由来の血管収縮物質を探索するプロジェクトを立ち上げた。その成果を内皮由来血管収縮因子、エンドセリンとして1988年にネイチャー誌に報告。この論文は現在までに1万回以上引用されている。1988年筑波大学大学院修了医学博士。博士論文はエンドセリンの発見。 この発見により多くの製薬会社がエンドセリン需要体気候薬の開発に着手。2001年にはアメリカで、2005年には日本でエンドセリン需要体気候薬母先端が肺動脈性高血圧症の治療薬として承認されている。また、同種の治療薬としてアンブリセンタンやマシテンタンも承認されている。1989年つくば、 大学基礎医学系講師に就任。主任教授の正木友の移動に伴い、1991年、京都大学医学部講師に就任。1991年、ノーベル生理学、医学賞受賞者のジョセフ・ゴールドスタイン、マイケル・ブラウン両テキサス大学医学部教授から、スカウトされ、テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター准教授。 およびハワード・ヒューズ医学研究所準研究員に就任。ダラスに移住し、その後米国籍を取得している。当時のフロアの両隣は、その後、ノーベル賞受賞者となるトーマス・スードフとブルース・ボイトラーの研究室だった。1994年、エンドセリンあるいはエンドセリン受容体遺伝子の変異が、神経底由来組織の発生異常をもたらし、 キルシュスプルング病の原因となることを突き止めた。1998年、テキサス大学の柳沢研究室に留学していた桜井武史と共に、オーファン受容体の内縁生理ガンドとして、新規神経伝達物質オレキシンを発見。その酸性細胞が、食欲や体重調節に関与する、死傷株外側やにのみ存在し、オレキシンの急性中枢投与で、 接触行動が促進されること、絶食後にはオレキシン酸性が増加することがわかり、古代ギリシャ語で食欲を意味するレキサスにちなんでオレキシンと命名。ところが、マウスのオレキシン遺伝子を欠損させても食欲減退や体重減少は見られなかった。長期の奮闘の末、マウスが夜行性であることから夜間の行動を赤外線カメラで観察することを思いつく。 その結果、活動していたマウスが突然動かなくなる症状に気づき、これが人の睡眠障害ナルコレプシーの症状と告示していることを突き止め、オレキシンが睡眠覚醒を制御しているという発見に至った。2000年には、スタンフォード大学の二種の聖児とエマニュエル・ミニョーが、人のナルコレプシーもオレキシンの欠乏によって起こることを報告した。その後2014年には、 米国メルク株式会社が不眠症治療薬として開発したオレキシン受容体喫抗薬スボレキサントが承認された。2017年、柳沢は創薬科学者である長瀬宏との共同研究でオレキシン受容体作動薬ワインとマイナス185を創出し、ワインとマイナス185がナルコレプシーの病院治療薬として有効であることをマウスにおいて示した。 2001年科学技術振興事業団戦略的創造研究推進事業柳沢オーファン需要体プロジェクト総括責任者に就任お台場の日本科学未来館にラボを構え日米を往復して研究を行う2010年度からは内閣府の最先端研究開発支援プログラムに採択され18億円の研究費を獲得日本の母校筑波大学にラボを併設し 教授を兼任。さらに2012年、文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラムに採択され、新設された筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構、長に就任。同時期に、ランダムに突然変異を入れた数千匹のマウスから、睡眠、覚醒に異常のある個体を探索するという大規模なプロジェクトをスタートさせた。 睡眠覚醒のメカニズムについては未解明の部分が多いことから仮説を立てずに表現系をスクリーニングするホワードジェネティクスという手法を用いて探索研究を行う。ノンレム睡眠時間と睡眠要求が大幅に増加するスリーピー変異家系とレム睡眠が著しく減少するドリームレス変異家系を樹立することに成功し2016年にはスリーピーに シック3遺伝子変異をドリームレースになく遺伝子変異を報告した。この6年越しの研究により、睡眠、覚醒制御に重要な全く新しいメカニズムに迫る2つの遺伝子を見出した。2018年1月、オレキシンの発見と睡眠、覚醒に関する研究で2017年度朝日賞を受賞。式典のスピーチでは、科学の仮説とは、 所詮人間が小さな頭脳で考えたストーリーにすぎません。目の前のデータが全てで自分の仮説をその上に置くことは許されないことなのです。と語った。2018年6月13日、柳沢のチームの研究により、マウスの実験で脳内の80種類のタンパク質の働きが活性化することで眠気が誘発されることが発見されたとネイチャー。 電子版に発表された。柳沢らは、タンパク質が睡眠を促すことで神経を休息させ、機能の回復につながるという見方を示し、睡眠障害の治療法開発につながる可能性を指摘した。小学校6年よりフルートを習い、それ以来フルート演奏やクラシック音楽が趣味。小学生の時にピアノも習っていたが、真面目に練習しなかったため演奏の腕は全く、 上がらず。しかし、ピアノ教室の先生は、世界的ピアニストエビアキコの母親であった。中学校、高校の音楽の授業では、オーケストラ奏フを読みながら公共曲を聴くなどの、クラシックオタク教育を受けた。2017年、第15回エンドセリン国際会議では、プラハのトロヤ城にて、プラハ音楽院の教員、学生らとともに、 バッハのブランデンブルク競争曲第5番前曲をサプライズ演奏した。つくばバプテスト教会の日曜礼拝では毎週フルートによる賛美歌伴奏を担当している。その名はインマヌエル https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v コールンジェプトス 76d4 ありがとうございます。